ウイグル人の家族愛につけ込む中国国家安全部の恐怖。怖っとありますけれども、はい、恐ろしいね今日また、はいはい、清水智美さんの、そうですね、はい、はい、また新しい、そうだね、清水さんが新しい、あの漫画をね、はい、制作して、ウイグルの方の証言漫画ということですが、はい、はい、じゃあちょっと拝見、これを今回のね証言者は、はい、新松戸に住む在日ウイグル人のハリマトローズさんなんです、はい、でね、これ見ていただくと、いよいよ本当に具体的に日本国内で中国がウイグル人にどのようなことを行ってるかっていうのが分かりますので、はいはい、千葉県の新松戸にお住まいなんですね。そうです。うで、日本ウイグル協会の理事もなさってる方です、はい、今回のそのね作品の主人公となられているハリマトローズさん、はい、新疆ウイグル自治区で暮らすローズさんの実のお兄さんから頻繁に電話が来るようになったというエピソードなんですね、はい、そうですね、はい、ではその作品の一部をご紹介させていただきましょう。まずは今年の5月10日に、ハリマトローズさんの実の兄上から電話がかかってきたシーンから始まります。ごめんよ、ずっと忙しくて。2018年のデモに参加したのか。お前の写真が写ってるそうだ。これにローズさんが覚えてないよと答えると、お前の店や自宅にウイグル人が集まってると秘密機関の人が言ってる。その時の兄の姿は明らかにおかしいものでした。首の後ろが腫れ、足腰に不自由があるようでした。そして国家安全部のものだと名乗る男がお兄さんに代わって姿を現しました。そうだ、日本国籍取得の件で我々は君を助けることができる、となっておりますけれども、はい、で実はこの恐ろしいやり取りの一部をローズさんが証拠として動画に残しているんです。で、まあ、ちょっと今回、はいはいはい、そのスケジュールが合わなかったので、スタッフの方にローズさんのところに行っていただいて、ね、直接、はいはい、でその様子を撮ってきましたので、ぜひご覧ください。ちょっと VTR ご覧いただきましょう。どうぞ。はい、どうもこんにちは。こんにちは。どうぞどうぞ。はじめまして。你们家？那边的话，现在繁华游戏还是相当的。要要要，现在危险扩大的。要，哎，必须封锁么？干啥的？你们还是住嘛？你们还是干的干的？嗯。是是是。実はあのお兄さんの顔を見た瞬間に顔の右 の, この左 の, こ, のここの方が結構膨らんでる感じがしてて、私聞いたんですよ、何かあったんですかとか。そう、大丈夫大丈夫と言って、すごい私が何て言いますかね、すごい苦しくなっちゃって、絶対暴行が起こったらしか勘弁。你是谁？你好，你好。嗨。走了以后，你说你不太清楚，不知道，是吧？嗯。啊，但是这些事情呢，我们都是知道的。嗯。啊，所以说那些事情呢，咱们都不要去回避了。是
すごい偉大そうな顔で、すごい強い抑える気持ちで私と話したんですよ、最初。あなたのお兄さんとか家族の面倒は私たち見てあげますよと。毎日私の怖くさせて、その次はあなた多分日本国籍取りたいじゃないのと。日本で帰化したいだったら私たちあなたに助けてあげますよと。いずれしても私にスパイしなさいと。情報あげなさいと。それだけ要求してるんですね。我们希望在新的阶段我们成为好的朋友。过去发生的事情一概我们把它抛之脑后。把以前的事情我们不谈，我们谈以后的事情和将来的事情。啊，你现在既然在日本的话，日本有一些人，有一些事儿，有一些组织，我们想了解。我希望就是在这一块，你能够给我们提供帮助。你想了解谁？我就说去年习近平总书记去的时候，这个当时组织那个反华士兵游行的人到底是谁组织的？不是，你刚才不是说？国际的事你不谈嘛，你就想谈前面的嘛，你就想了解什么？你说。好，好，过去的事咱不谈了啊，咱们就说说这个维吾尔科学家协会。我这个就有还有4%的电池了啊，我这个电话。その協力してとその言った瞬間、私の一番思ったのは、ここで私と一緒の頑張ってる人は大切か、もう一人うち のお兄さん大切か。1時間以上私の頭でボーン回ってきて、あの時の辛いさで、それで、まあ、とりあえずコロナはすぐ返事する必要はないと、できるだけもうちょっと後に伸ばしたいと。怖っ。これが実態ですよね。恐ろしいですね。むき出しですね。こういう形で脅迫してスパイに仕立てあげようと取り込んでいく、家族を人質にとって卑劣な手段をね取ってくるわけですよね。広いですね。ちなみにですね、この1ヶ月後にまた電話がかかってきたということなんですね、そのローズさんのお兄さんと国家安全部の男から電話が、1ヶ月後にあったという、その動画も、ご覧いただけるということなので、あるの？すごい。はい、1ヶ月後、6月7日にかかってきた電話の映像だそうです。どうぞ。这样子吧，咱们啥也不要那种那个什么了。你说第一个。我也跟你讲了咱们成为朋友的基础和前提条件。第一个，不管你在外面做什么事情，只要咱们合作好了，你的哥哥，你的家人，所有的一切没有问题。第二个，这个6月28号召开会议的计划情况是什么样的计划？什么时间？什么地点？都有哪些人参加？でも問題はホームページに載ってない話が出てくるんですよ、ここで。うちのあの総会、1年1度やる総会は、うちは6月28日やる予定で、あの6月7日時点で、まだ誰もあんまり公開してない内容なんですけどね、彼たち破格しちゃってるんですよ。好的，阿爸姆拉看的，阿爸姆拉，阿爸姆拉什么？阿波的好些。妈，我要学会的那个你们那个那个。没听着我不来不来，俺先说的，波的吗？为啥那事嘞？
私のせいでお兄さんが彼たちの人質にされちゃってる。まあいずれしても相回る気持ちでお兄さんに、ね、面対して話してるんですよ。もう一回カメラの対しても言いたいけど、お兄さんごめんなさいと言うしかないよね。お兄様のお顔も、出していいと、それは本当に大丈夫ですか？もうできればあなたたちの顔を出して本当の僕を掘ってる感じの様子を出してほしいですね、うん、これ嘘の話じゃなくて現実で行っているこのすごい辛い、これを証拠するしかないなと思います。何のためにといったら、問題は日本でまだ知られてない300万人の人、ウイグル人がまだ強制収容所にいます。その命を救うためにもう一つ、この中国のやってるこの人質されてるトレロストみたいなこの罪を世界に紹介して、できれば世界の力で私の家族に少し助けてくれるように、できれば記者たちが生きれば、お兄さん生きてるかどうか、それだけ確認してもらいたいなと思ってます。ということなんですけどもね。ひどいね。これ日本のマスコミの皆さん、チャイナに支局あるんだから、確認行きなよ。土の子新聞とかさ、ね、金もらってんだったら、ルートあるでしょ。親中派なんだし、ぜひ行って確認してください。そんなことないよって証明するのが君たち親中派の役割なんだから、チャイナはそんな暴虐、ね、悪逆非道なことやってないわけでしょ、ぜひ証明するためにこのお兄さんの安否を確認して、この暗記部の変なこのクソ野郎、うんうん、ね、こいつも誰なのかってことは全部晒してくださいよ。これ本当に暗記部の人間なのかどうか、ね、いや地元の暴力団で関係ありませんでしたっていうのと、それはそれでいいですよ、はい、ちゃんとそれやってください。じゃあそんな暴力団みたいなやつがね、こういうなんかそのね、スパイもどきみたいなことをさせるってこれどういうことなのと、ぜひ罪をね、闇を ね暴いて、ね、その罪を明らかにしてほしいなと思うんですよね、日本のメディアの皆さん、何やってんでしょうね。こっちの人権侵害どうでもいいの本当に。太田さん、ちなみにもうこのお兄さんとの電話というのは全てこの後はブロックされていると。はい、そうなんです、ね、でお兄さんの、まあ、安否は分からないけれども、地元の人から、まあ、そういう、まあ、不幸なニュースは幸い今のところ耳に入ってきてはいないということで、ね、実際はね、分からない。でやっぱりもう究極の選択をしてローズさんはこの映像公開に踏み切ったわけですよ。この公開することによってご家族がどんなリスクを負うかというのも想定内のうちで、やっぱりなぜ踏み切ったのかということですよね。ここに本質的なウイグル問題の深刻な深さがありまして、このままじゃあ取り込まれて中国のスパイとして働いていったところで、家族の身の安全が保障されることはない。ないですね。ないですね、うん、中国政府の今までのやり口でいけば。で、まあ、だったらこの中国の本質をちゃんと暴き出して、こんなことが今現在進行形で行われてるということを明らかにすることによって、収容されている100万人から300万人の他のウイグルの同胞たちの救済にもつながるという、そこにもかけてね、こういった情報公開を。他にもウイグルの在日の女性もいるんですけれども、で本当に問題は今日本に2000人前後のウイグル人の方がいるんです。で彼らが直面している問題がビザと帰化の問題で、帰化するにしても中国大使館に行かなければいけない。で大使館に行った時に、3年前以前はね、このウイグル弾圧が強化される以前は、まあ、なんとか帰化することも可能だったらしいんですけれども、この3年以降ね、本当にもう一回じゃ帰化するなら中国に戻れと、怖、それこそ最後なんです。戻ったら最後でしょ、収容所行きでしょ。だから戻るに戻れない。でも日本にいて、じゃあビザが切れた時にどうやって
生きていくかと。難民ですよね、そういう意味では。だイギリスとかはいち早くもう難民認定とかいろんな超法規措置を取って保護にしているわけなんで、これは日本も早急にね、人道的なね、はい、配慮しないと、次元ですからね、まあ、しないとこのスパイにまた取り込まれる、はいはい。まあ、この番組をご覧の皆さんの中にはですね、あの難民とか移民とか嫌いな人多いかもしれないですけど、でもこれはねちょっとそういう問題じゃない と思うんで、はい、だからそういう一緒くたにね、あの議論されない方がいいと思いますよ。これは難民として受け入れないと人道上の問題が生じるでしょ。こんな露骨なことやってるってひどいね、スパイ映画みたいじゃん、恐ろしい。マジでこいつ誰だよこのクソ野郎、このハンデルみたいなやつ、こいつ本当に恐ろしいな。その日本国内にも国家安全部の人間がいて、お前のすぐ近くにいるよってお兄さんおっしゃってましたよ ね、 やばいですよ、こんな中にもいるかもしれない。いやいやいや、ちょっとこれさ気をつけろ、指を刺さって、お巡りさんみたいな、警察行っちゃった今。せっかく見に来てくださってすいませんね、ネタです、冗談ですよ、冗談、あくまで冗談ですよ、はい、うん、まあ、ひどい状況なんですよね、はい。まずこの日本ウイグル協会のね、はい、あのホームページをぜひご覧いただいて、はいはい、署名活動も行われているそうなので。あ、そうですね、こちらですね、はい、はい、まあ、あの問題解決のために協力してくださる方、もしいらしたら、はい、ぜひ会員とかね、はい、なってください、はい、もう本当命がけで在日ウイグル人の方は活動してます。この中国のね、不条理な弾圧を告発し続けないと、はい、これ 大変ですよね、うん、もうホロコーストの二の舞になってはいけません。すみません、あの遅ればせながら、あの自分これ入ります、今日、うん、はい、私も入ろうと思って、はい、入りたいと思います、うん、はい。清水さんの漫画でもね、漫画を見るだけでも大変衝撃的な、ね、内容でしたけど、はい、ああやって ね、実際の映像録音でこう拝見すると、いや、ちょっと言葉も出ないですね、ひどいですね、うん。うん、でこれをそのね、未だにその日本の、まあ、テレビやマスコミはね、はい、まともに取り上げないじゃないですか。隣の国で行われてることですよ、はい、で至近距離でね、でチベットでもね、もうずっとひどいことが行われてきていて、あのチベットなんて本当1990年代からこれに近いことが行われてきたわけですよ、はい、あのちなみになんですけど、はい、1991年、平成3年に中国に備えよっていう、ね、タイトルでね、はい、あのこのチベットの問題をね、あの弁論大会で発表した学生がいたんです。そんな学生が、はい、俺です防衛大学校おたけび杯で中国に備えよっていう弁論をやったんですよ、でそのチベットでものすごい弾圧してて、でそれで、まあ、なんか潜水艦なんかもね、まあ、まだ音うるさいけど、じわじわ進化させてやってて軍事大国になるかもしれないので、あの舐めてないでね、あの警戒した方がいいみたいな話をしたんです。でなぜそれをやったかというとね、実は伏線があって、その前に拓殖大学 の弁論大会早朝杯があったんですけど、はい、その拓殖大学の弁論文でね、あの年は上なんですけど、学年僕の多分1個か2個下にあのルントックさんというね、ご存知ですよね、はい、中日代表部、そうです、あのチベットの中日代表部のルントックさんが実は留学してて拓殖大学にいて、で弁論部 で僕が結構質問とかワーワーやってたら、なんか面白いと思ったみたいで話しかけてきて、レセプションで実はもうチベットでひどいことが行われてて つって、いろんな本をその時紹介してもらって読んだら、何これはやばいと思って、で普通僕3年生ってそんなに弁論大会出ないんですけど、あの当時あの、その防衛大学校 の、弁論部の部長だった小島君、今の産経の小島記者なんですけど、あいつなんですけど、あいつがなんかあの全大学 の弁論部 の、まあ、幹事長部長および全関東学生郵便連盟の委員長をね招聘して、大々的にやりたいから膨大応援するつもりで出てくれって言われたんで、これはいいわと思って、このネタで弁論を実はやったんですよ。その時から、はい、その時から実はあの僕は関心を持っていてですね、まさかこんな形で、ルントクさんの名前もね、だから21ぐらいの時に実は僕は知ってたんですけど、まさかこんな形でもう50過ぎて今までルントクさんの名前をね、こんななんかいろんなところで聞くとは思わなかったって感じで、でまあそれにあのそれと同じことを今だからウイグルでもやり始めたと、特に3年前からそれが厳しくなったと、はい、いうことなんで、強制収容所を作ってから、ね、はい、はい、だからまさにそのまああれですよね、民族浄化、エスニッククレンジングってやつですよ、はい、これがもう行われていて、これ最大の人権侵害ですよね、ジェノサイドとね、これだってナチスですよ、はっきり言ってやってること、であれだけね、安倍はナチだとかなんか言ってギャーギャー言ってる人が、なんでこれガチのナチだぜ、今の見たか今の動画、何度もある、何も言わないんだよテレビ、本当。
日中儀礼何やってるんだと思いますしね。何やってんだって話ですよ。そうですね、だローズさんのね、あのお兄さんの安否ちゃんと確認してくださいよ、マスコミの人、はい、ね、君ら支局もあって取材費もあるんだろうと、はい、ね、やるべきですよね。だからチャイナの当局に行ってどうですかって聞いても、あ、大丈夫ですって決まってんじゃん。それ習近平に、ね、南シナ海軍事化しませんか、はい、しませんって言うと同じなんで、しっかりね、ジャーナリスティックなね、はい、そのエビデンスを、ね、エビデンスなんてねって言ってる新聞はまあどうでもいいですけど、ね、そんなもんねえよって言ってる新聞はどうでもいいですけど、ね、他の新聞の方ぜひね、共同通信でも何でも支局をお持ちでしょうから、ね、ウイグルまで出かけていって入れなかったら入れないってところをちゃんとレポートして、やっぱなんか隠してるってやらないと、これみんなで監視してないと大変なことになりますよ本当に、ね、少なくともチャイナウォッチとか織り込んでる場合じゃないですね。いや本当ですよ、本当ですよね、はい、こいつ誰なのかってマジで本当個人情報晒したいですね、誰なんですかこいつ、本当に何の権限があってお前ナイキの T シャツ着てさ、いやそうですね、いやだひどいじゃない、それ制服、これ国家安全部の、ウイグル人の家庭に男性がいないところに勝手に中国のその公安関係の男が住み込んでるんですよ、ね、女性と子供がいる家に、そんな考えられないことをやってるんだから、っていうのがね、ねえ、もうゾッとしますけど、恐ろしいですよね。今回は特にヘビーでしたね、ウィキペディア、ウイグル人の家族愛につけ込む中国国家安全部の恐怖と題してお届けしました。太田さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではすいません、お話尽きないところなんですが、ここで一旦視聴者の皆様には DHC テレビからのお知らせです。お知らせ